こんにちは。楽天 TV へようこそ。この動画では楽天 TV で配信している映画やライブをテレビの大画面で視聴するための方法をご紹介します。スマホから投影してテレビの大画面で映像が見たい、 Chromecast や Fire TV Stick での利用は可能、新しくスマートテレビを買うならどの機種がおすすめなど、大画面での視聴に関する多くのご相談が寄せられています。大画面で映像を見る方法は環境によっていくつか方法がありますので、順番にご紹介いたします。まずスマホをお持ちの方におすすめの方法は、スマホとテレビを直接 HDMI ケーブルに接続する方法です。 HDMI ケーブルを経由して映像をテレビモニターに映し出すことができます。 HDMI ケーブルはそれぞれのスマホの端子に合ったものを購入してください。 iPhone をご利用中の方は必ず純正の変換アダプターを経由して接続をお願いいたします。お家にインターネット環境が整っている方におすすめなのがメディアストリーミング端末の接続です。 Apple TV、Fire TV Stick、Chromecast などこれらの端末をテレビに接続することで大画面で映像をお楽しみいただけます。次に推奨のスマートテレビの機種をご紹介します。スマートテレビはテレビを直接インターネットに接続し、テレビ用アプリから楽天 TV を視聴することができます。ここからは楽天 TV アプリが利用できるスマートテレビの推奨視聴環境をご紹介します。おすすめのスマートテレビ、1つ目はパナソニックビエラ、2014年以降発売モデル。東芝レグザ、2019年以降発売モデル。シャープアクオス、Android TV 機能を搭載モデル。ハイセンス、2020年以降発売モデル。 Android TV、 Android 5.0 以降モデル。以上となります。詳しい型番などはヘルプページをご参照ください。楽天 TV をスマートテレビで利用するには、テレビをインターネットに接続後、テレビ用アプリのインストールが必要です。テレビ用アプリの詳しいご利用方法はウェブサイトの初めての方ページをご確認ください。楽天 TV のトップページにアクセスして初心者マークをタップします。初めての方ページが表示されたら、メニューから視聴デバイスを選択します。ご視聴いただけるデバイスの一覧からテレビを選択。各端末の購入方法、視聴方法のページが表示されたら画面をスクロールしてください。テレビの機種別にアプリの利用方法について確認いただけますので、ご参照ください。テレビの大画面で視聴する方法の説明は以上になります。盛りだくさんのコンテンツから見たいと思える映画やドラマ、ライブなどを購入して楽天 TV をお楽しみください。